トゥールーズ博ベランジェは、トゥールーズ博、セプティマニア公、バルセロナ博、ルシオン博及びアンプリアス博、ケン博と呼ばれた。皇帝、ルートビヒの生涯によると、ベランジェは、ウンドオッホ博の息子である。父、ウンドオッホは、アダルガウドの息子で、ベストファーレンの作村人貴族の一人とされており、802年にカール大帝に忠誠を誓い、皇帝に常に従い、 806年には皇帝の特使を務め、フランク王国年代記及び、アインハルトの年代記によると、811年にカール大帝とデンマーク王ヘミングとの間の平和条約の交渉に参加したフランク貴族の一人であったとされている。アインハルトによると、814年にカール大帝の遺言書の証人として復書した15人の伯爵のうちの一人であった。 また、サンベルタン年代記によると、839年に、テルノワ博であったという。後年、当ウンルオッホは、サンベルタン修道院に陰性したが、サンベルタン年代記によると、その修道院は、ウンルオッホの三男アダラールが、修道院長を務め、ウンルオッホ及びその妻、アンジェルトルドが死去したのもその修道院であったという。ベランジェの弟フリウーリー編共白エイバーハルトは、 イタリア王となる、ベレンガーリオ一世の父である。皇帝、ルートビヒの生涯によると、816年にトゥールーズ博であったベゴが死去し、皇帝ルートビヒ一世はベランジェをトゥールーズ博に任じた。トリーアの手ンは、ベランジェと皇帝ルートビヒ一世が親戚関係にあったとしている。817年にベランジェは同年にアキテーヌ王となった。 ピピン一世の顧問となった。818年、ピピンはガスコーニュコールプ三世に自身のアキテーヌ王位、e、を認めさせようとした。しかし、ルプ三世はこれを拒否し、皇帝ルートビヒはルプを処罰したが、これに対しルプは反乱を起こした。819年、ピピンは軍を率いて、トゥールーズ・ハクベランジェ及びオーベルニ・ハクゲランと共にガスコーニュに侵攻した。 ルプーは敗北を起死し、弟ガルサンドを含むカシンナーと共に逃亡したが、ガルサンドは途中で殺害された。ルプ三世は府中の門で地位を剥奪され追放された。ガスコーニはベランジェに与えられた。複数の文献において、825年から830年の間でベランジェはルートビヒの特使であったと記されている。 832年以降のベランジェの領地831年、ピピンはベランジェの忠告を聞かず、ベルナールドセプティマニーの支援を受け、父皇帝ルートビヒに対し反乱を起こした。ベランジェはベルナールの領地に侵攻し、832年にベルナールを敗北させ、降伏させた。ベルナールとピピンはルートビヒの前に連れてこられ、ピピンは補修のみとなり、アキテーヌ王国は、 イボテイ・シャルルに与えられた。ベルナールは、イボテイ、アンプリアス・博ゴーセムと共に府中を攻められ、すべての領地を取り上げられた。それらの領地はベランジェに与えられ、ベランジェは、バルセロナ博・博セプティマニア公スペイン辺境ハお及びアンプリアス・博となった。834年、ピピンは、父ル・ートビヒとの関係を修復し、共に、アニ・ロタールと敵対した。 シャロン・シュル・ソウヌの防衛戦では、ピピンはベルナールド・セプティマニーの支援を受けて、ロタールを敗北させた。ベルナールは2年前に、ベランジェに渡ったすべての領地の返還を求めたが、ベランジェは常に皇帝とピピンに忠実に仕えており、これに同意しなかった。835年、皇帝ルートビヒは、ロタールとの和平のタミリオン近郊で会議を行う、こととし、皇帝から、 ハ白と呼ばれていたベランジェは三人の皇帝特使の、うちの一人としてロタールと交渉し和平を結ぶ役割を果たした。ロタールは父皇帝の権威を認め、忠誠を誓った。836年、イタリアからピピンと共に、アキテーヌに戻る途中で、ベランジェは突然死去した。トゥールーズ伯領、バルセロナ伯領、セプティマニア公領及び、スペイン辺境伯領は、 ベルナールドセプティマニーに与えられた。ベランジェの妻や子女については不詳である。ありがとうございます。